行くぞ。おや、栄誉騎士、何か用かな。マス最初でも見た目が怪しいだけの人でも人団長ならもっとよ確かに。でもこんなこと、そうだ、その人物がワーグナーの鍛冶屋にいたのを見た人がいる。何を話して、ワーグナーに聞いてみたら何か情報がつかめる。なんだ、何か用か。確か鍛造に使う材だが、あいつが言った材料は店にある剣を少し、あいつの行方が知りたい。エンジェルズシェア、よし、とりあえずエン高いところに行けば声が遠くまで届くよね。遠回りして酒を買いに行っても気づかれないだろう。ブドウジュースとアップルサイダーどっちがいい？チャールズ、マスクをつけた金髪。ああ、その人物なら知ってるぞ。しかも注文した。詳しいことは知らない。じゃあディルックの旦那は何か言ってた？そのお酒からひん。さすがディルックの。あの方に用があるのなら1階は客も多くてうるさいだろう。いらっしゃいませ。予約していたお酒はもう準備してありますよ。本当に来たな。早く下に行こう。完全に無視している旅人旅の目的は悪くない理由だ。迎えに座るがいい。これって成功したのか。不思議な人だな。その小さいのは。おい、全然違う。誰かと一緒に旅をするのも悪くないだろう。俺の名はダインスレイブ。何か用か。いいだろう。あんなに冷たかったのにどうして。逆に不安になってきた。だが報酬は事前に払ってもらおう。500モラと3つの質問だ。500モラは一括払い、3つの質問はその後聞く。
そうだ。それっぽっちの報酬で？ますます不安になってきた。確かに受け取った。では3つの質問に答えてもらおう。質問の回答に間違いなど存在しない。あるのは態度の違いだけだ。貴様の選択が知りたい。好きに答えるがいい。一つ目の質問だ。モンド城の流災は貴様とウェンティと名乗る風神が解決した。では流災を終わらせた鍵は誰だと思う？俺は知るべきことを知っている。質問に答えてもらおう。それが貴様の答えか。把握した。二つ目の質問だ。リー・ウェコを幾千年も守ってきたガン王帝君は自身の神の心を用いて全ての契約を終わりにする契約を交わした。では神を失った今後のリーウェコーは誰が守る？それが貴様の答えか。把握した。最後の質問だ。この世界には神の目を持つ者と神の目を持たない者がいる。では神にとってどちらの方が重要だと思う？それが貴様の答えか。把握した。どうやら貴様は彼女とは違うようだ。500モラは確かに受け取った。貴様がこの世界に対する認識も少しだけと言ってもアビス教団に関する依頼しか引き受けないがな。俺は貴様と同じく旅をしている。貴様は家族のため、そして俺はアビスと戦うためだ。ああ、アビスに仕えるあれらの怪物はアビス教団がこの世界に振りまいた混乱の種だ。俺はアビスの使徒の痕跡を追ってモンドに来た。アビスの使徒？アビスの魔術師の統率者であり、アビスで特に歪んだ怪物の一種。ああ、そうだったな。流災の後はずっとリーユエにいて、ファデュイみたいな人間の悪の勢力と戦ってたから、人間じゃないアビス教団とは関わってなかったんだよな。おそらくそれも何か原因、あるいは誰かに命令されわざ…なんだか危なそうだぞ。オイラたちを狙ってるのか？うん、オイラたち強いもんな。まったく彼女と同じ気迫だ。それなら俺たちも早速現地に行こう。俺が仕入れた情報によればそこで落ち合おう。貴様のアビスに対する疑惑。
人のいないこの神殿だが、アビスの痕跡が多し、セピュロス。風を操り空を飛ぶ。それは同時に神々の光による支配を意味する。何でもない。中に入ろう。アビスの気配が強くなってきた。もうそう遠くはない。アビスの使徒、どんなやつだろう。アビスの魔術師と同じ感じなのかな。先に進もう。あの怪物を見つけたら説明する必要もなくなる。だらない。よ全部返してやる。一緒に遊ぼうよ。風だ。ここだよ。ふう走る。行くぞ。はっ。はっ。足元に気をつけて。足元に気をつ
聞きたまえ。ここにて命ずる。くらえ！かすり傷だ。西洋なぶ無能。無能。無能。はっ、ここだ。無駄だ。無能。はっ、ここだ。勝ち負けはまだわからないよ。逃げようなんて思わないでよね。少し寝よう。全部返してやる。はっはっ。これが海山を掘る。アビスの魔術師だけか。どうやらアビスの使徒はもうここを離れたようだ。アビス、混乱であり破滅である。神の眷属であったアビスの怪物のも団員はアビスのこと俺さあ、おしゃべりはここ。俺の調査ではそこならアビスの使徒くだらない。もう放浪寮に入ったな。ダイン持ってるかな。狼の群れに好かれなそうだから早く行って落ち合おう。放浪寮の主、ボレアス。鋭利な牙と爪を持ちながらここに居座るだけとは。いや、俺は奴を知らないし、奴も俺を知らない。かつての仲間が知りたがっていたから、おのずと詳しくなったんだ。では、アビスの使徒がここにいるのか。どこ探せばいい。そうだ、その炎に漂っているのがあの教団のことだ。付近に何か残っているはず。早い。オイラたちも早くそこの雰囲気から上に行こうぜ。
様が言っていた気配、まだ感じ取れるか。でもここは人も魔物もいないぞ。確かに何の異常もない。俺が以前来た時と何も変わっていない。前に旅をしていた時、旅仲間に連れられてここに来たことがある。へえ。じゃあさ、ダインが旅してきた中で一番好きな場所はどこだ？俺か？俺は覚えていない。あの旅ではただその旅仲間の付き添いをしていただけだからな。ん？遺跡守衛の足跡。ここにも遺跡守衛がうろついているのか。タンポポですら安らぎを得られぬとは。どうしたんだ？ずっとぼーっとしてたぞ。え？それってお前の妹さんのことか？でもどういうことだ？タンポポに触っただけなのに。ふん。あるいはこのタンポポには貴様と関係の。言ってることが雑然としすぎて全然わからん。落ち着け。苦悩と不安は心をすり減らすだけだ。貴様、少なくとも彼女がまだこの世界にいることが今一番重要なのは。彼女、その言葉決して忘れるな。貴様の旅の意義として、旅の終点で家族に会えることを願っている。では俺はここで一旦別れよう。俺もう行くのか？しばしの別れだ。心配するな、きっとまた会える。500モラと3つの返事を受け取っているからな。